エンタメ、世のため、縁のため、キッシーエンタメワールド。メリークリスマス。今日が、こういうふうに言えるのは日本では最後でありますけど、また、キリスト教国ではですね、またクリスマスが続きます。日本では、今日25日が終わったら、いろんなところのクリスマスツリーをビーダー外されまして、そして、新年の飾りの用意を、されるんですけど、キリスト教国に行きますとずっと飾ってあります。元日もですね、キリスト教では祭日、そして、それから1週間後もですね、祭日ということであります。まあ詳しいことはここでは省きますが、まあ、ウクライナ戦争が始まりまして、ほぼ11ヶ月経っておりますね。それから、コロナが始まりましたのは2019年の12月の末頃です。ここからももう3年経つわけです。そして、利上げとかですね、なんとか言うてますね。激変の様相でございます。さて、私たちはどう準備でいくのかということがございます。昨日の私の動画、皆さんに大変楽しんでいただいているようでございますけど、まあ、こういう形でですね、京都の魅力をですね、皆さんに楽しんでいただけるように発信していこうというのが、キッシーの役割でございます。京都の好きなところ、いいところですね。これを世界に発信していく。そういうことでございますね。それではまあ、今日はクリスマスの日。もうあと1時間ほどしたら終わりますんで、クリスマスシーズンの、最後にですね、クリスマスキャロルの中の一つでございますが、アランノの果てにというですね、曲がございます。この曲をですね、最後に、少しだけ、歌わせていただいて今日の終わりといたしたいと思います。それでは、アラノの果てに夕日は落ちて、絶えなる調べ、雨より響く、ゴーOdia in excelsis Deo, Gloria in excelsis Deo.お目ください。